皆さん今まで時計を見た時に、なんか秒針がいつもよりゆっくり動いてる。あれそんなことないか。あれ今止まらんやったみたいなことありませんか。ちょっと皆さん時計をじーっと見てほしいんですけど、これたまにあるんですよね。これ時計が壊れてるのかなと思っちゃうんですけど、実はそうじゃなくて、この現象というのがクロノスタシスつって、これ医学的に説明できるんですよ。まず大前提に人間の眼球というのは常に動いてるんですね。ふわ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 つって、この動きはサッカードと呼ばれていて、1秒間に約5回ぐらい振動するように動いてるんですよ。ただこれだと何かを見た時常にブレブレじゃないですか。でもそうならない理由としては、これもともとブレてるのを視覚情報が脳で処理されてる時に、無意識にいらない情報、そして後から得た視覚情報で補おうとするんですよ。あーちょっと難しい。要はですね、僕らが普段見てるものって若干時間がずれた複数の視覚情報が合体した形なんですよ。それを綺麗にまとめたものが見えてるんですよ。なのでこれ話を戻すと、時計がゆっくり動いて見える理由はですね、眼球の運動と脳の情報処理によるちょっとしたバグなんですね。この現象というのは常に実は起こっていて、時計とかがないと気づくことができないそうなんですよ。ちなみにこれと似てて、10秒以上じーっと同じものを見つめてたら、その周りにある色とか物とかが徐々に消えていくように見る現象があるんですけど、これがですね、トロクトラー消失というんですよ。いろいろ言葉ありますよね。これなんか最近 SNS、TikTok とかで、ここ見つめると周りの色が消えますとか言ってめっちゃ叩かれてる人いますけどね。